どうも、秋トントンです。今回は入試直前、過去問の使い方っていうことでやっていきます。秋トントン。で、今2月っていうことで、入試が直前に迫った時の過去問の使い方っていうのをこの動画で説明したいねんけど、大きく3つ喋ろうかなって思ってて、まず1つ目はその傾向と対策とは、みたいなところと、2つ目はどれぐらいやったらいいのっていうところで3週やれって秋トントンはいつも言ってんねんけど、で、最後に過去問に出た問題って出えへんのちゃうみたいな疑問を言う人がいっぱいおんねんけど、これについても秋トントンの意見を言いたいから、ちょっとやってく。秋トントンで、まず、傾向と対策っていう言葉やねんけど、この時期によく聞く言葉やんな。正直、過去問をやる一番の理由は、その傾向と対策を練れるっていうことなんですよね。で、秋トントン中学生の時調子乗ってて、もう実力やったらそんなん受かるわ、とか。高校生の時もそんなん思ってたから、過去問、赤本っていうのを買わなかったんですよね。それで結構苦労したから、皆さんは絶対買ってください。で、なんで買った方がいいのかっていうのはこの動画でいっぱい説明するから、ちゃんとそこを納得した上でちゃんと使ってください。てか、この時期に赤本、過去問買ってない人はやばいと思ってな。で、過去問はもう入試におけるすっごい武器やから、秋トントンみたいに出力やってる受けるとかやずに調子に乗らずに、ちゃんと有効活用してください。行きたい高校とか行きたい大学があるんやったら、そういう風に過去問買って、でそこから、どういうのを見るかって言ったら傾向っていうのを見てほしいねんな。つまり、毎年こういう問題が出てる。こういう風な問題構成や、一番最初には難しい問題が来て、あれ意外と真ん中が簡単なものが置かれてるとか、そういう、学校によって、高校やったら都道府県によってとかな。全然違ってくるんですよ。出し方っていうのが。それが傾向です。それに対する対策をねんねんな。例えば、〇〇大学、〇〇高校。大阪の公立高校とかは絶対規則性みたいな一次関数が出てくるって分かってんやったら一次関数をひたすら勉強するべきやんか。わかる？過去にここの範囲はあんまり出てないって言ったらそんなに勉強せんでいいやん。それが、対策を練るってこと。傾向を知って対策を練るってこと。OK？だから過去問をまずはやってそれを身につけてほしい。OK？それで時間配分っていうのをテストを受ける前からちゃんと準備しとく。テスト始まりましたっていう時に初めて見たやったら意味わからんからな。受かる気あるってなるから。OK？ だから、傾向と対策過去問で練ってちゃんと時間配分をできるようにするっていうのがまず一つ目。それで次、3週やれっていうところやねんけど、秋トントンで、僕はさっきも言ったけど、1週目でとりあえず傾向と対策練るやんか。で、2週目で、一応1週目で解いてるから復習はしてるわけやろ。で、2週目で本当に解けるかっていうのを確認してほしいねんな。ちゃんと復習したから、それがちゃんと身についてるかなっていうのを確認してほしい、2週目で。で、3週目やねんけど、3週目はマジで最終確認やから、もう8割9割取れて当たり前やと思って。それで自信つけてほしいねんな。俺ここまでやった。私ここまでできるようになったっていう感じで受験に挑んでほしいから、僕はいつも3週するって言ってねんけど、ここで大切になってくるのが答えを出すプロセス、答えを出す過程っていうのを大切にしてほしいねんな。なんでその答えになるのかっていうのを過去問で学んでほしいねん。つまりここの問題の答えは107分の34やみたいな感じで答えを覚えるんじゃないねん。正直3週とかしてたら答えは覚えちゃってんねんけど、大切なのは導き方。なんでその答えになるのか。この三角形に注目して三平方を使ってこうやってやったみたいな、その過程っていうのを過去問で学んでほしいんですよね。ですか？で、文系科目もそうやねんな。答えだけ覚えるんじゃなくて、どういうロジックで、どういう考え方でこの答えにたどり着いたんかっていうのは絶対あるから、それをちゃんと身につけてほしいです。文章のここ読んでとか、こういう時代背景があったからとか、そういう答えを出すまでに至る過程っていうのが絶対あるから、それを過去問でひたすら、身につける。OK ですか？で、今言ってることで分かってると思うけど、大切なのは復習やで。問題を解いた後にちゃんと自分で復習することが大切。それでさっきも言ってるけど、過程が大切って言ってるから、その答えを出す過程とかっていうのは、学校の先生とかが解説してくれてんのやったらそれをちゃんと聞く。とか、問題集、過去問には解説っていうのが載ってるから、それを読み込むとか。そういう感じで、身につけてください。はい。で、もちろん3週目とかは時間を計ってやってほしいんやけど、3週目とかは8割9割取れて、でも本番って正直8割9割取れへんから、本番終わってそこは焦らなくてもいいです。本番って別に満点取らなくてもいいからな。ただ、練習は満点目指そうっていうこと。で、あと結構やばいのが、なんかここ計算ミスしてできへんし、っていう人がたまにおんねんけど、練習で計算ミスしたら本番でも計算ミスするやんか。だから計算ミスはめちゃくちゃ重いと考えて、その1点2点で人生決まるから、練習から計算ミスっていうのをなくしてください。マジで恥ずかしいので、計算ミスだけやとかいうのはやめてください。で、最後に過去問で出た問題って出えへんのちゃんみたいなところをちょっと解説したいねんけど、あきとんとん、もちろん僕あきとんとんも全く同じ問題は出ないと思いますよ。そう思ってたから中学生高校生の時過去問やらんかってんけど、よくよく分かってくんねんけど、答えを出す過程っていうのが同じものが多いねん。特に高校入試とかそうやねんけど、それが傾向と対策の傾向に当たんねんな。こういう問題がよく出る、同じような問題がよく出るっていうのが傾向やんか。ってことは同じような答えの導き方をすんねん。だからさっきも言ってたけど、過程を大切にしてって言っててんな。解き方が同じっていうのがあるから。で、あとあきとんとんはいつも受験生持ってた時に言っててんけど、受験で受かる人っていうのはまあ少なからず過去問はほとんどの人がやってます。そんな中自分がやってない状態やとするやん。それで全く同じ問題、過去問と全く同じ問題が出てきた時に、自分はゼロから考えなあかんけど、周りの受験生は過去問やってますってことはめちゃくちゃ簡単に解きよんねんな。言ってることわかる？もし出た時にそこ点数取れないの、そこ時間がかかるのやってない人だけなんよ。過去問をわざわざ学校が僕たちにヒントをくれる、それが過去問なんよね。学校が私たちにくれるヒントっていうのは過去問。そのヒントを使わずに戦いに行ってて、そのヒント通り出してんのに自分はボコボコにされるっていう状態になんねん。もし全く同じ問題が出た時にな。つまり自分だけ点数落として過去問やってる人は点数を取れるっていう状態になってしまうねん。で、ここでさっきも言ってんけど、本番っていうのはいかに点数を落とさないかっていうのが大切になってくんねんな。それが入試なんで。だから満点目指せとは言わへんから、とりあえず自分ができること、絶対取れるところは取らないとあかん。それっていうのの最低ラインがまずは過去問かなってあきとんとんは思います。なぜならその高校とかその大学みんな受けるんやろ。受けに来てて、マジで行きたい大学とかマジで行きたい高校の過去問を解かないっていうのはありえへんやん。だって行きたいんやから。わかる？その行きたいって思いを持ってる人たちは絶対その問題たちはできるようになってる。そんな中自分ができないっていうのはどう考えてもやばいやろ。だから最低ラインに立つために過去問っていうのはまずは完璧にした方がいいかなってあきとんとは思ってます。だから受験直前のこの時期っていうのは過去問にやり込むっていうのは、絶対必ずしてくださいということで、3周しろっていうのも2個目で言ってんねんな。はい、で、まあ数学とかは全く同じ問題出えへんかもしれへんけど、まあ、似たような問題はもちろん出てんねんけど、文系科目とかっていうのは特にさ、過去に出た問題が似たような形で出ることっていうのが多いやん。だから過去問っていうのはやり込む意味あるっていうのは分かるよ。OK ですか？はい、今回はこんな感じ。どうでしたか？まあとりあえずこの動画まとめると、過去問やりなさいってやつやねんけど、やる時の注意点としては、答えを出す過程っていうのを大切にする。で、どういう頭で解くかって言ったら、毎年この入試はこういう形で出してくるな、僕はここにこの時間かけるとかここにこの時間かけるとかちゃんと決めてき慣れるっていうことをしてほしい。でもちろん過去問やってて全然点数が取れないっていう状態の時は、基礎からやり直してください。はい、その辺はあきとんとんの基本的な授業動画とか見て学んでください。はい、まとめのことです。今度が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録してください。で、この内容、インスタグラムに投稿とかもしてるから、ぜひ見に来てください。バイバイ。